それではただいまから株式会社アイモバイル第10期定時株主総会を開会いたします。まず本日の報告事項のうち第10期事業報告計算書類の内容につきましてご報告申し上げます。当社グループは引き続きアドネットワーク関連事業の強化に注力し、広告主の広告効果最大化および媒体者に対する収益最大化に取り組みました。加えて動画広告事業マイオ、ふるさと納税事業ふるナビおよびアフィリエイト事業の売上高が拡大したことが寄与し、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前年を上回りました。また当社グループは平成29年4月に顧客の多様化する国際市場へのニーズに対応し、さらなるサービスの拡充を図ることを目的としてアイモバイル台湾を台湾に設立いたしました。これらの結果、当連結会計年度の業績は売上高156億8,868万1,000円、前年同期比 106.4%、 営業利益23億5,971万5,000円、前年同期比 109.9%、 経常利益23億5,535万1,000円、前年同期比 110.7%、 親会社株主に帰属する当期純利益15億3,927万5,000円、前年同期比 107.8% となりました。次に当社グループが対処すべき課題につきましてご報告いたします。当社グループが対処すべき課題といたしましては、まず第一に広告主数及びメディア数の拡大による既存事業の強化が挙げられます。第二に新規事業の創出及び拡大によるビジネスモデルの多様化がございます。第三に提携投資への積極的な取り組みがございます。第四に、開発再生の強化がございます。まあ、今後ですね、まあ、ますますテクノロジー競争が激しさを増していくと考えております。まあ、当社ではですね、まあ、営業トップの私が10年間社長というものをさせてもらってましたが、今後はですね、技術トップである野口取締役に社長の方を交代しまして、まあ、システム開発の内製化をさらに進めていくと、技術力をですね重視した会社ということをアピールさせていただきまして、優秀なエンジニアの獲得、育成及び、まあ、技術開発をですね、まあ、さらに進めていきたいというふうに考えております。